トロッコ問題あるいはトロリー問題とはある人を助けるために他の人を犠牲にするのは許されるかという形で功理主義と義務論の対立を扱った倫理学上の問題、課題。フィリッパ・フットが1967年に提起し、ジュディス・ジャービス・トムソン、フランセス・キャブ、ピーター・アンガーなどが考察を行った。人間は一体どのように倫理、 道徳的なジレンマを解決するかについて知りたい場合は、この問題は有用な手がかりとなると考えられており、道徳心理学、神経倫理学では重要な論題として扱われている。また自動運転車の AI は衝突が避けられない状況にも遭遇するであろうし、そうなれば何らかの判断もしなければなくなるわけだが、このトロッコ問題は、そうした。 自動運転車の AI を設計する際に、どのような判断基準を持つように我々は設計すべきなのかということの議論も提起している、と公共政策の研究者は言う。なお、以下で登場するトロッコは路面電車を指しており、人力によって走らせる手押し者と混同しないように注意されたい。まず前提として、以下のようなトラブルが発生したものとする。 線路を走っていたトロッコの制御が不能になった。このままでは前方で作業中だった5人が猛スピードのトロッコに避ける間もなく引き殺されてしまう。そして A 氏が以下の状況に置かれているものとする。この時たまたま A 氏は線路の分岐器のすぐ側にいた。A 氏がトロッコの進路を切り替えれば5人は確実に助かる。 しかしその別路線でも B 氏が一人で作業しており、5人の代わりに B 氏がトロッコに引かれて確実に死ぬ。A 氏はトロッコを別路線に引き込むべきかなお、A 氏は常実の手段以外では助けることができないものとする。また、A 氏及びトロッコの運転手の法的な責任の所在を棚に上げており、道徳的な見解だけが問題にされている。あなたは、 道徳的に見て、許されるあるいは、許されないで答えよ、という課題だ。つまり、単純化すれば、5人を助けるために、他の1人を殺してもよいかという問題であり、功理主義に基づくなら1人を犠牲にして5人を助けるべきだ。しかし、義務論に従えば、誰かを他の目的のために利用すべきではなく、何もするべきではない。では次のような派生問題ではどうだろうか。A 氏は、 やはりの状態にあるが、ではなく次のの状況に置かれている。A 氏は線路の上にある橋に立っており、A 氏の横に C 氏がいる。C 氏はかなり体重があり、もし彼を線路上に突き落として障害物にすればトロッコは確実に止まり5人は助かる。だがそうすると C 氏がトロッコに惹かれて死ぬのも確実である。C 氏は状況に気づいておらず自らは何も、 行動しないが、A 氏に対し警戒もしていないので、突き落とすのに失敗する恐れはない。C 氏を突き落とすべきか前述の問題と同様、A 氏には突き落とすか突き落とさないかの選択肢以外はないものとする。C 氏ほど体重のない A 氏が自ら飛び降りてもトロッコを止められず、またその事実を A 氏は理解している。法理主義に基づけば、 トロッコを分岐させることも、一人を突き落として、脱線させることも一人を積極的に死に追いやり5人を助けるという点で等しい。しかし、多くの人が、一番目の質問では一人を犠牲にすることは許されると答えるのに対し、二番目の質問では一人を犠牲にすることは許されないと答える。この二つの質問で異なる点は、最初の質問では、行為者の行動自体は、 分岐の切り替えに過ぎず、一人の死は、その意図の直接の結果ではなく、副次的な出来事と考えることが可能であるのに対し、次の質問でははっきりと、狙って、死意をトロッコに激突させるという行動をとっており、行為者の直接の意図と行動によって死ぬということで、ある。以外にも、以下の問題を考えることができる。の場合と、同様。 A 氏はトロッコを別路線に引き込むことができるが、とは違いこの別路線は5人の手前で、再び本線に合流している。今度の問題では、この別路線には前日の C 氏がおり、トロッコを別路線に引き込めば、トロッコは C 氏にぶつかって止まるので、5人は確実に助かる。ただしその結果として、C 氏は確実に死ぬ。トロッコを別路線に引き込むべきか A 氏はトロッコを別路線に引き込むことができるが、この別路線は5人の手前で、再び本線に合流している。別路線には大きな鉄の塊があるため、トロッコを別路線に引き込めば、トロッコはその鉄の塊にぶつかって止まるので、5人は確実に助かる。しかし、鉄の塊の手前には前日の B 氏がいて、B 氏は確実に死ぬ。 トロッコを別路線に引き込むべきか ?3 番目の問題は、最初の質問と同じように、A 氏の行動は分岐の切り替えのみで、他者を直接自分の手で死に追いやるわけではない。しかし、2番目の質問と同じようにトロッコが止まるのは、C 氏に激突するからこそであり、その死は副産物ではなく行為者の意図の結果である。4番目の問題は3番目と、 あまり変化がないようでいて、実は、鉄の塊が線路を塞いでいる以上その先で路線が、再び合流していようと意味はなく、本質的にはと完全に同じ状況を表現を変えて、再度出題にしているに過ぎない。どの質問にも一貫して、合理的な判断を下すのなら、同じ回答が導き出せる。つまり、一人を犠牲にして五人を助けるか、五人を、 犠牲にして一人を助けるかのどちらかである。または義務論に従って判断するなら少なくと元には反対しているはずである。もし判断が一貫しないのであればそれはなぜだろうか。なぜある場合は誰かを犠牲にすることが許されて他の場合には許されないと感じるのかを合理的に説明できるだろうか。少なくともこれらのようなジレンマを一貫して合理的に解決できる。 倫理学の指針はない。倫理学者ではないが、生物学者マークハウザーは、ネット上で、これに類する三十以上の質問を行い、なぜそのような判断を行ったかの理由を聞いた。回答した五百人のうち三割ほどしか、自分の判断を正当化できなかった。また五千人以上が回答したテストでは、最初の質問に対して八十九パーセントの人が、許されると答えたのに対して、 二番目の質問に許されると回答したのは十一パーセントであった。三番目の質問には五十六パーセントが許されると答え、四番目の質問は七十二パーセントが許されると答えた。この傾向には教育の程度を、宗教的背景、民族などの影響がほとんどなかった。意図的な行動の結果の外には責任を問われ、ただ単にその結果が予見されたに過ぎない時には、 責任を問われないことをダブルエフェクトと呼ぶ。1と4を許されると回答している人の割合が大きいのは直感的に人がダブルエフェクトを考慮していることで説明できるかもしれない。ハウザーの主張は人の道徳的判断は理性と理論よりも直感と感情の影響を受けているということである。そしてどのような要因が非道徳的と判断されるのかを次の3つにまとめた。 神経哲学者、ジョシア・グリーンによれば、特に2番目の質問では、他の質問と異なる脳の部位が反応する。人を直接死に追いやるとき、強く否定的な反応を示すようである。米タイム誌の記事によれば、調査対象の約90%が5人を救うために1人を突き落とすとした、とのことである。トロッコ問題と類似した以下のようなジレンマを考えることができる。 こうしたジレンマは、功理主義か義務論かという議論では、トロッコ問題と大きな違いがない。しかし人の道徳判断に、どのようなパラメータが関与しているのかを明らかにしようとしている道徳心理学と神経倫理学では重要な違いである。また、自動運転者の実現可能性が高まっていることもあり、自動運転者とトロッコ問題を絡めた研究が行われている。 日本語のオープンアクセス文献、ありがとうございます。